グロスバーグの大山です。よろしくお願いいたします。本日はロームさんにお邪魔していますけれども、グロスバーグとしましては半導体関連の調査コンサルティングをやっておりまして、ロームさんなんかともいろいろ長いお付き合いをさせていただいている会社でございます。よろしくお願いいたします。ロームさんといえばパワーリングインダストリアルイノベーションと、半導体が開く産業機器ということで産業機器分野に非常に力を入れてらっしゃる会社です。で、本日はその辺の戦略についてお話を伺おうということで、産機ブロードマーケット戦略部の長谷川さんにお話を伺ってまいりたいと思います。長谷川さん、今日よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ご所属の産機ブロードマーケット戦略部についてちょっと簡単にご紹介いただけますか。はい、我々はですね、産業機器市場のお客様のこの数を飛躍的に増やしたい、そのための DX 活動を、全社横断的にリードしているというのが一番の活動です。なるほど。で、その中で、今最も注力しておりますのは、ブロードマーケットのお客様のこう技術課題を解決するためのプラットフォームをですね、構築してリリースしようというふうに考えております。実際にそのプラットフォームというのはそのウェブ上のプラットフォームということですよね。そうです、そうです。その開発の背景についてちょっとご説明いただけますか。はい、開発の背景としましては、我々ロームはですね、2030年にグローバルメジャーになるという大きな目標を掲げてございます。はい。で、そのためのステートメントが、エレクトロニクス・フォー・ザ・フューチャーということなんですけれども、一つはグローバルメジャーになろうと思うと、産業機器市場向けの売上比率を、売上高とともにですね伸ばす必要がございます。で、そのために産業機器市場を攻略するということにブロードマーケットのお客様の取り込みがあると思いますので、そのためにプラットフォームを開発しているというのが一つ、そしてもう一つはやはりそのエレクトロニクスの力で社会課題を解決するということになってきますと、やはりエレクトロニクスの技術でお客様の技術課題を解決する、これを今まで以上にお客様にご提供することが必要だと。で、それもプラットフォームと整合性があるというふうに考えまして、構築に踏み切ったという背景になります。なるほど。となりますと、そのどういうコンセプトを目指して、どういうプラットフォームにしようとされているのか、その辺ちょっとお伺いできますか。そのサイトの名前はエンジニアソーシャルハブという命名をしまして、今の商標登録中なんですけれども、まさにですねエンジニアが集って技術の課題を解決する、またエンジニア同士がつながる、こういったようなコンセプトを表現したいというふうに考えております。ですので、サイトの機能としましては大きく2つございます。FAQ ディスカッションっていう、部屋と、コミュニティっていう部屋、この2つなんですけれども、まず1つ目の FAQ ディスカッション、これはもうまさにロームが、販売しております製品ごとに、中は部屋が分かれてまして、その製品に対する、技術の質問、その FAQ がまだと並んでいて、でそれに対して、ご質問の投稿が頂戴できると、こういう形になってます。つまりその製品の数だけ全部部屋が分かれていて、で、担当者がいらっしゃって、例えばその、ある製品なら製品に対して、あるアプリケーション、お客様の方で何か課題があって、どういうふうに使ったらいいんだ、どういうふうに解決したらいいんだという、そういうある意味ロームの担当者対お客様の1対1のディスカッションというような、そんな立て付けということですか。そうですね、基本的にはそういうふうになります。ただしこのディスカッションのやり取りはオープンソースとして、なるほど、どなたにでもご覧いただけますし、基本的にロームのエンジニアがご回答しますけれども、その回答投稿はロームの人間ではなくてもできるようにしておりますので、少しそこには広がりを持たせることを考えております。立て付けは1対1っぽいけれども、ただその、オブザーバーがそこに汚れず失礼しますみたいなこともできちゃうという。そうですね、そうですね。なるほど。で、特にやっぱりロームさんと言いますとね、例えばアナログパワーデバイス、幅広く製品をお持ちで、特にパワーデバイスになると、例えばシリコンではなくて、化合物だから、SIC だから、ガンだからということで、
だからアナログ IC がこうでないといけないんだ、こういうことに気をつけなきゃいけないんだみたいなケースっていうのは結構あるかとは思うんですけども、はいはいはい、まさにそういうのもこういう FAQ のところでもって、はい、命題なり、ないしはその、はい、そういうものを質問を準備していくと、はい、ありがとうございます。その質問待ってたんですけれども、あ、そうですか。こういうサイトって、アナログ IC に特化したサイトが多いんですよ。なるほどなるほど、うん、だけれども今回我々はまさにおっしゃってくださった通り、今も我々の最注力分野であります、はい、パワーデバイス、はい、これはシリコンカーバイドしかり、ガリウムナイトライトしかり、はい、まあ、これらも全て部屋としてご用意しております。でまさに今おっしゃっていただいたそのパワーデバイスを駆動するためのアナログ IC とのすり合わせ技術、これはFAQ ディスカッションの中でも当然会話できますし、もう一つ申し上げておりましたコミュニティの方で受けるというのもありかなというふうに考えてます。このコミュニティというのはそのみんなで話ができる、はい、1対1とは限らないよという、はい、場合によったらお客さんでない人も入ってこれるよ、はい、その学生さんとか、おっしゃる通りですね、まあ、そういうみんなで会話ができる、その、まあ、言ってみれば受け皿みたいなところですよね。はい、はい、ですのでFAQ ディスカッションは製品軸、はい、ですけれどもコミュニティはもう製品軸は取っ払っておりまして、まあ、テーマごとになるんですけれども、例えばその中に SIC の動かし方っていう部屋があってもいいかと思いますし、なるほど、以前出てきたライダー、集まれライダー好きみたいな部屋があってもいいと思いますし、まあ、そういう立て付けができますので、まあ、よりその技術的なテーマに対して興味のある方が、これはもうロームのエンジニア、お客様のエンジニアのみならずですね、学生の方とかそういう技術的興味がある方、誰でも入ってきていただいて、そのテーマに対して、まあ、いろんな会話をしていただくと。なるほど。こういうコミュニティの位置づけですね。で実際にそうなってくると、そのお客様がそこでもって積極的に話をしたいですとか、あるいは会話に加わりたい、はい、そのためにも何かその工夫みたいなものもされてるんでしょうか。はい、今いくつか考えてるんですけれども、はい、やはり一つはそのゲーミフィケーションって言いますかね、やはりその、はい、投稿して、まあ、例えばいいねがつく、あ、なるほど、はい、そのいいねの数でアワードさせていただくとか、何かそういったようなゲーミフィケーションも当然入れていきたいと思っておりますし、はい、まあ、コミュニティに関してはやっぱりそのコミュニティのテーマ、これがどれだけそのご興味いただけるかというところでいきますと、我々からもアイデア提供しますし、もしくはお客様の方からこういうコミュニティが欲しいというようなご要望を頂戴しましたら、まあ、そういうものもこうセットしていくようなことも考えております。まあ、このウェブサイトのまあ使い方としては、実際にリアルタイムに会話ができるその強みだけではなくて、はいはい、まあ、例えばお客さんの方にしてみると、その時差があったり、はい、あるいは土日にちょっと気がついた質問があったりとか、はい、そうなるとリアルタイム性はないけれども、このサイトにちょっと頼ってみたい、はい、なんていうケースも多分出てくると思いますよね、はい、ちょっといつ返事が来るかわからないけどみたいな、はいはいはい、そこら辺もやっぱり両方兼ね備えていくという、そんな考え方になるんでしょうか。おっしゃる通りですね。即答っていうのがベストっていうところは忘れない。ただし、まあ、そのディスカッションの投稿、例えば土日に投稿いただいて、まあ、その回答が、翌営業日中ぐらいに変えれば、はい、なんとか満足いただけるのかなというような時間軸のものと、もう一つ本当にもう今知りたいというものに対しましては、うん、チャットボットと、それから友人チャットも実は、はいはい、兼ね備えてまして、もうチャットボットで拉致が開かないという場合には、我々のエンジニアとダイレクトにつなぐ友人チャットの動線も失礼でおります。あれですよね、友人チャットになりますとどうしたってそのリソースもたくさん必要になるだろうし、はい、でそもそもそれが難しいからということでもって DX を強化されてきた御社のことですから、はい、この辺のその住み分けだとかミックスの仕方っていうのは、これからいろいろなことにチャレンジされていくことになるんでしょうかね。そうですね、模索しながらというのが正直なところなんですけれども、うん、友人チャットに行き着くまでに解決いただけるようなコンテンツの品質向上というのがやはり大事になりましょうし、あとは生成 AI 予測 AI をうまくこう組み込んで、これもその DX の醍醐味だと思いますので、そういったところをこううまく混ぜながらですね、実現していきたいなというふうに考えています。
それともう一つは、これはちょっとロームらしさということで表現したいんですけれども、我々のそのエンジニアソーシャルハブの、サイトに会員として入っていただいている皆様とオフラインで、いわゆるリアルで、はい、ディスカッションをするような、いわゆるオンラインマージーズオフラインという世界観を作っていくことで、よりそのサイトにまた戻ってきていただく、まあ、こういうことを実現していきたいなと。オフラインっていうつながり、うん、もうオンラインと言いながらオンラインに、だけに頼らない。で、まあ、友人チャットもそうなんですけれども、ですのでやっぱり友人チャットとサイトに連動したオフラインイベント、まあ、この2つが差別化のポイントだというふうに考えています。当面は日本語でのご対応ということでしょうか。そうですね、まずは日本からローンチさせていただいて、私その後、はい、やはり海外へ展開していきたいというふうに考えています。例えば英語とか中国語とか、はい、そういうので対応できるようになると使える人も増えるし、はいはい、いろんな経験を持ったいろんな産業のいろんな地域の人がこのコミュニティに入ってこれるというね、あるいはその FAQ を活用されるという事例も増えるでしょうし、はい、まあ、ロームさんの目指している道がどん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 こう目指している姿に近づいていけるような、そんな気がしますよね、はい、そうなることを期待しておりますので、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。